ビビをご覧の皆さん、こんにちは。ペンタゴンのゆうたです。俺ろくのゆうです。はい、今回はですね、ここに書きながら、はい、質問に答えていきたいと思うんですけど、まず最初に色、色ね、僕好きな色あるんですよ。ビビさんと言ったら、いきますか。じゃあ、せーの、かぶっちゃったそれ、ビビさんになってたら絶対かぶるってそうだよね。もう一回いきます。じゃあせーの、もう黙って黒いこ、青ですか。 OK です、 OK です。じゃあ一つ目の質問からいきたいと思います。一つ目、お互いの呼び名は。いや、これはもう簡単ですよ。これ早い、もう簡単ですよ。じゃあいきます。せーの、じゃん、ゆうと。ゆうと。あ、伸ばす系の感じですか。伸ばす系ですか。自分ローマ字でゆうとって呼んでます。じゃあお互いにゆうとって呼んでます。流すなよ。最初は紛らわしかったですか、ね、そうそう、2014年の1月ですね。あれは空港降りて自己紹介したの覚えてる。違うっけ。契約の時か。全然違う。契約の時に、前の会社で一緒に練習生したんですけど、その契約の時に、どうせ一緒に韓国に行くから連絡先交換しとこうということで、連絡先を交換したところ、画面上に You と名前が出て、そうだ、ね、あれと思って、でそこから会社の人から、あ、2人同じ名前だよみたいなって言われて、紛らわしかったね。でもあの時、あの頃だから大きいユートとちっちゃいユートで分けて読んでました。読んでたね、練習生の子たち。はい、ということで、そんな感じでした。どっちともユートでございます。はい、じゃあ次2つ目いきましょう。最近ハマっている食べ物を教えてください。いや、これ気になるね。ユート何最近ハマってる。最近、いやー、行きました。なんで笑うの。あ、ちょっと見えたんですけど。あ、ちょっと見えた。マジで。そうなのよ。あ、そうなの。じゃあ行きます。せーの、どん。アボカド。肉じゃが。いや、日本人。あ、理由があるんですよ。理由があるんですよ。教えてください。あの、僕最近料理してて、もう1年ぐらい経つんですけど、寮でですね、肉じゃがを作ったところ、美味しくて。で、そこから、自分で作って。そうです、自分で作っております。あ、すごい。私はですね、なんだろう、その、わがままボディなので、ちょっと健康に気を使ったアボカドを最近食べるようにしてて、なんか醤油とわさびで食べると美味しいっていうのに気がついて。あ、そうなんです。そうですね。日本行った時にウーバーでもよくアボカドのサラダとか頼んでます、うん。めっちゃでも意外。本当？アボカドアボカドっていう顔してない？それは分からん。そんなことない。それは分からん。すいません。じゃあ韓国料理で一回行きます。OK です。いや、これ被るかな。いや、でもありきたりなんですよね、自分。せーの、じゃじゃん、カンジャンケジャン。あー、カンジャンケジャン。僕、チキン。あー、なるほどね、わかります。あの、僕、カンジャンケジャンあんまり食べれないんですよ。なんでですか。なんか、あの、食べるときに骨あったりとか、なんかそういう系が。骨はないでしょ。じゃあ、あの、なんていうかな、その、チキンは骨あるけど。じゃあ、だから僕、はい、あの、骨なしのチキンしか食べない。あ、そうなんだ。はい、一口でいけるような食べ物が好きなんで。なるほど。私はもう昔からカンジャンケジャン食べて、あの、甲羅にご飯を混ぜて、そんなに煮込むっていうのが大好きなんです。ぜひ皆さんも食べてみてください。韓国に来た際は食べてみてください。はい、はい、続いての質問、日本のみんなにおすすめしたい韓国の店はどこですか。あー、これですね。おしゃれなお店多いですからね。そうですね。すいません、ちょっと。予想で買って、適当に買って、こんな感じやったはず。合ってる。合ってる。場所の場で合ってる。合ってる。すっきり。せーの。じゃん。え、漢字間違えてる。多分合ってます。漢字じゃん。はい、合ってます。僕 BHC でございます。ああ、なるほどね。はい、やっぱり BHC のチキン最近食べたんですけど、はい、
チーズがかかってるのがすごく美味しかったので、おすすめでございます。私はよく韓国の、綺麗な、ね、美人なおばさまたちがやってらっしゃる市場で、カンジャンケジャン、ね、安いんですよ、やっぱり市場だとね。安いです。だからそこでよく買って食べております。じゃあ次、行ってみましょう。日本に帰ったら、つい行ってしまうお店は、これですね。あります、あります。でも日本の料理はやっぱ美味しいからね。行けました。はい、行きましょう。せーの。ドーン。ドーン。どこですか？満腹。満腹、僕、びっくりドンキ。あ、なるほど。びっくり。言えてないよ。ゆっくり。じゃあ、びっくりドンキでバイトしてたの。あ、はい、それとなるほどね。それ小さい時から好きなのでびっくりドンキーには絶対行きますから。私は牛タンが大好きなので、東京の満腹に行って絶対ネギ塩タン塩、ネギタン塩ですかネギのタン塩を食べておるということです。はい、ぐちゃぐちゃ。じゃあ行きます。最近のブームはありますか？ゲームや読書、よく見る YouTube など。いきます。せーの、じゃん。英語です。僕マリカにハマってます。あ、ゲームの、はい、マリオカートにハマっております。いつから？いもう3ヶ月4ヶ月ぐらいですかね。結構キャリアのある方で。いや全然キャリアないで。本当4ヶ月はないの？もうで、いつもオンラインでやってたので。本当にマリオカート頑張っております。すごい、もうドラでいるんだ、あなたが。もういるいる、めっちゃ名前変えるけど。名前何ですか？シンプル。何やったかな、カラムーチョ。絶対探そう、はい、私は英語なんですけど、最近シャドウウィングにハマってまして。あ、シャドウウィングって書けばよかったそう、なんかテッドっていう YouTube チャンネルあるんですけど、はい、アメリカのなんかもう環境問題だったりとか、すごいお偉いさんたちが英語でスピークする場があるんですけど、英語の字幕と日本語の翻訳を見ながらシャドウイングするっていう英語の勉強にハマっております。でも英語できたらね、便利。そう、3カ国語喋れますからね、私。そうなると。はい、次行きます。次は、最近何か買いましたか？いや、買い物ですね。買い物します？あんまりしないですね。はい、了解です。せーの、じゃん。ダン。何ですか？古着。ああ、僕は目のビタミンですかね。目のビタミン待って待って、なんでなんで。もう一回言ったけど分かんない。あのルペインって目にいい、はい、あの飲み薬。目にいい飲み薬。あ、びっくりした。だからビタミンでございます。あ、なるほどね。ビタミンでも、その中でもルテインっていうのが含まれてる目にいいビタミンで、最近さっき言った通りバリカゲームしてるので。あ、なるほど、はいはい、目の健康を、はい、守っております。はい、私は3日前にちょうどパリでなんかイベントがあったんですよね。その時に休みが1日丸1日あったので、やっぱ骨董品だったりそういったその古着が好きなんで、はい、本当にもうね、誰も通らないような古いお店にいてですねやっぱり英語を勉強してるんで、ちょっと喋りながら古着を買わせていただきました。はい、いや、めっちゃ楽しかったんじゃないですかね。いや、めっちゃ楽しいね。一人の買い物は最高よ。次の質問いきましょう、はい、お互いを褒め合ってみてください。ちょっとしてるんですね、でもちょっとしてるかな。あ、なんで嫌な顔した？いや、なんで嫌なのかもしれない。付き合い9年ですからね。せーの、じゃん。何でしょうか？優しい。ああ、ありがとうございます。はい、ギター上手い。おお、なん、ああ、ありがとうございます。でもなんか最初に会った時は楽器とか全然してなかったと思うんですけど、はい、最近本当になんていうんですか、なんていうんですか。ベースギターやってますよ。で、めっちゃやってて、その動画見た時に、うわ、やばと思って。めっちゃ成長してるなと思って褒めてみました。いや、ユウトはね、もうマジで優しいんですよ。その優しいっていろんな種類あるじゃないですか。もう全てにおいて優しいんですよね。もう昔覚えてる？マックス歩いて行ったの。あー、いた。もうだって20分ぐらいある。そう、20分。そして家帰ってきたら、そのお兄さんたちが配達すればよかったやんですよ。よく言ってるね。いや、でも本当に何でもついてきてくれたり、意見に同意してくれる優しい、そんな方でございます。はい、はい、褒め合ってみました。はい、もうここからは書かずにいきますか。あ、了解です。はい、じゃあ次の質問いってみます。お二人で番組 MC をやっていく中で、ここだけは直してほしいと思うことは？あ、僕ありますね。
なんでやめて。俺今一生懸命考えてたけど。僕あります。ありますか。あります。僕は言います。あ、ありますよ。あの、笑かすのやめてます。あ、めっちゃあの急にポンって出るやつがめっちゃ面白いから。あ、そういうこと、はい、笑かさないでってこと。はい、うん、俺関西弁つられちゃう。なんか変なイントネーションになっちゃうから。え、ほんじゃ関西弁やめます。やめないで。あ、え、なんかちょくちょく入れてほしいっていう感じ。あ、そう、了解でございます。じゃあ最後ですね、読者からのお願い、カメラに向かってどんな君でも好きだよをください。いやー、恥ずかしい。まだまだしますよ、こういうの。私たちはいけます。いけません。いけません。いきます。どんな君でも好きやで。あー、僕終わりましたよ。僕終わりました。なんでそんな。いきます。どんな君でも好きだよ。いやー、笑かしてないから。そのままめっちゃ辛かった。本当、このままで君でも好きだっていうこと。このままで、そう、女性は落ちるか落ちないかという。了解でございます。学びます。いや、はい、ということで。もうめっちゃぐちゃぐちゃ。大丈夫、大丈夫。それを、あの、多分好きで見てくれる方もいると思うので、たまにはね、こういうぐちゃぐちゃの動画あってもいいと思います。大丈夫です。ビビ、はい、ビビ6月号の方に私たち出ているので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。